年前、ご主人の騒動が起きる数ヶ月前に遡ります。ご主人は帝王侵攻後の最後の試練を前に忙しい時期でした。さて、今日の役目は終えたし玉座に帰るか。疲れた、さすがの俺も疲れた。ご主人を帰りなさい、お母様の試練はどうでした？いやいや、大変だよ、最終試練までの工程がね。最終試練を超えないとそもそも帝王神の試練に参加できないからな。私は帝王神候補ですが、すでに王座を放棄しているみ、ご主人を応援しますよ。ああ、俺たちの計画も順調に進んでいるし、この試練さえ終えれば、当分は自分のことだけやっていればいい、頑張るさ。私も王座は辞退してるから全く試練なんてやってないな。ソフィアはただ面倒くさがってやってないだけでしょ、一緒にしないで。一緒だよ、私はパトの専属神になるって決めてるんだもん。今さら頑張っても無意味だよ。まだ専属神について全く考えてないな。そうですね、まだ専属神は私だけですし、ご主人も年にして14、考えてみた方がいいですね。パト、そこら辺の最上級神とか神王を入れるなら私を入れた方がすっごくお得だよ。お得って、商品じゃないんだからさ。まあ、でももし専属神になるなら二人目はソフィアだと思いますよ。ご主人と私と共に帝王神候補として育ったソフィアなら、この時、私やご主人は二人目の専属神をソフィアにする、そう決めていました。ソフィアはご主人と同じ突然変異種で強大な力を得た個体の神で、ソフィアの種族、世界で最も貴重で難度と最上級神、神王を生み出した種族、神聖エルフ族の姫様でした。出会いはお母様の玉座で12人目の候補者として紹介され、その中で一番年が近かった私たちとずっと過ごすようになってたの。候補の辞退と専属神になる許可をもらうけど本当にいいの？いいよ、私の意思は変わらないのだ。ダメですよ、姫様、一族の希望であるあなたが。アリシア、聞いてなかったの？メリア様、パト様、いつも姫様がお世話になっております。はい、いきなり候補を辞退するなんて、神王様たちがなんていうか、あんなわからずやなんてドカーンってやっておいたらいいんだよ。まあまあ、アリシアもついでに、明日メルトリア様のところに同行したらどうだ。私が話しておきますよ。いえ、私は姫様の元側近に過ぎないので。じゃあ主命令で。姫様命令で。うわぁ、困りますよ。この子はアリシア、今より3年前、ソフィアが紹介してくれた神聖エルフ族の女の子。最初はいきなりソフィアから優秀な子を連れてきたからぜひ従属神に入れてあげて、ってお願いされたのが初めての出会いでした。当時、アリシアは14歳で最上級神28位とかなり優秀な神だったのですぐに従属神に採用しました。ちなみに勢力図でいうと、帝王、ご主人、その下の10人の専属神が入ります。そして専属神の下の従属神という地位の神がつき、その下の配下神がいます。3年前はちょうど配下神から従属神を1万人輩出している時期だったので、そのタイミングでアリシアがご主人の勢力に加入しました。初めて来ました。ここが帝王神の間、そして世界最強の一族、メルトリア一族総本山。なかなか出てこないね。結構朝早く来たからな、身支度に時間かかってんだろうよ。確かに。皆様、お静かに、帝王神メルトリア様が入ります。ふむ、今回は結構客が多いのだな、メリアよ。はい、申した通り、私からお話があり、関係者を連れてまいりました。そうかい、苦労をかけたね。すごい、こんな力の持ち主が存在するなんて、すべてにおいて次元が違う。力を解放してないのにもうすでに私の測れないレベルで高い。そして、メリア、話とはなんだ？はい、私の主、パト様の第二の専属神を、現在帝王神候補のソフィア、ターフェアイトに就任させ、それと同時にソフィア、ターフェアイトの候補自体の容認をしていただきたいのですが、なるほど、いつもなら専属神など好きに決めろ、というが、確かにそれは問題だな。メリアは候補で専属神になってるし問題ないかと思いましたよ。候補で居続けるのであれば問題ないんだよ、パト。じゃあ候補のまま専属神になるのは問題ないということですか？ああ、問題ない。だが、その場の勢いで決められ、仲違いし、大事な候補を失うわけにはいかない。よって、ソフィアがパトの専属神になるための猶予と条件を設ける。その期間後、ソフィアがパトに誓いを立てた場合、その契約を受理する許可を与えよう。期間は1ヶ月、その間ソフィアはパトに会うことも許さぬ。会うことも？その時間、ソフィアは今後、何千、何万年という時間、本当にパトに捧げることができるか、考えてみるのだな。
生き物の生涯など高々数年、だが我ら神は無限に近い時を生きる。一度の判断の過ちが数百万年、いやもっと長い時間、己を苦しめる可能性があることをもう一度考えよ。はい、わかりました。そこのアリシアも同じだ、まだ15という若さ、使える主をしっかり判断するのだぞ。はい、ありがたきお言葉。ではソフィア、アリシアは席を外して結構。我はパトと最終試練の工程を話したい。メリアは別件で話がある、残りなさい。かしこまりました、帝王神様。パト、この試練でやっとあなたは帝王神としての権利を得る資格を得るのです。心してかかりなさい。ありがとうございます、メルトリア様。ご主人、頑張ってくださいね。メリアは本当に良いのか、あなたも候補です。試練を受けていても我は何も言わない。本当に大丈夫です。どっちにしても私はご主人の専属品です。最後の試練で勝ち残れません。そうね、パトが帝王神になって、メリアと共にメルトリアを継いでくれれば、老いぼれは死んでも悔いないよ。メルトリア様、まだあなたは美しいではないですか。いつも思います、メリアはメルトリア様に本当によく似ている、将来がとても楽しみです。おやおや、口も上手くなったね。メリアは私の分身、どの道を進んでもメリアは私と二つになるよ。お母さん、いつでも孫の顔は楽しみにしているよ。いつでも遊びに来なさい。はは、失礼します。ご主人、話が終わったらすぐに向かいますね。いや、待ってるよ。アリシアも待ってくれてるだろうし。いい子を見つけましたね。私はあの子が専属神になるなら歓迎しますよ。俺も彼女が専属神になってくれたら嬉しいです。では、失礼します。メリアが作った帝国も順調そうね。いえ、ご主人がいなければあそこまで集まりませんでした。そうね、パトにはメリアがいる。9人の子供たちもいる。誰が帝王神になってもメルトリア一族は受け継がれるの。ソフィアは除いて。ソフィア。ですがあのままご主人の専属神にすればメルトリア一族の脅威にはならなかったのでは。脅威、ソフィアが。メルトリア一族は誰もソフィアを見向きもしてないわ。ならなんて、試練など。ソフィアは脅威ではない。だが、あの、異質異能、は脅威だ。わかるでしょ？ソフィアの、異質異能、は私たちの、全知全能、のどこにもないということを。はい、私はソフィアの能力を理解できたことがありませんでした。もし、あの、異質異能、が暴走すればどうなる？私ですら制御できずに世界すべてを飲み込むかもしれない。だから私はソフィアを候補に入れ、一番優先度が低い10人にした。ソフィアはこの世界のバグ、放っておいたらいけない存在。それをパトの下に置くなど、絶対にできない。お母様はソフィアをそもそも専属神にも、ましてや帝王神にもさせる気はないということですか？今日、この場で数年ぶりにソフィアを見て、疑惑が確信に変わりました。ソフィアは消すべきです。そんな。メリア、このまま1ヶ月が経てば、約束通りソフィアはパトの専属神になるでしょう。そうすれば、パトが望まない限り殺す機会を失う。そうなれば、ソフィアの暴走をずっと警戒しないといけなくなる。メリア、おそらくあなたが一番適任だわ。私に、ソフィアを、殺せと。いきなりよそ者が近づけば、ソフィアもパトも警戒する。そうなれば私の子供たちでもただでは済まないわ。メリアが近づいて、一気にとどめを刺す。それだけで終わる。私は、公私混同はいずれ己の身を滅ぼすわよ、メリア。ソフィアの、異質異能、は専属神契約ですら無効化させる恐れのある代物。今、情に流されて、己の身を滅ぼされたのでは食えても食えきれないというもの。わかりました。猶予は1ヶ月、それまでにソフィアは消滅させなさい。できなければ私自らソフィアを消す。いえ、お母様の手を汚させるなど。任せたわよ、メリア。明るい未来のために。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。